ハヤトマッハプロレスワールドへようこそ。本日はジャイアント台風、ジャイアントババの母はどちらだについて触れてまいります。1968年週刊少年キングで連載が始まったジャイアント台風はジャイアントババ人気を強力に後押ししました。ジャイアントババの自伝ともいえるジャイアント台風ですが、海外修行時代は創作シーンが多いものの、国内修行時代はかなり実話に基づいています。そしてジャイアント台風読者に最も話題となったのがジャイアントババの母についてです。連載初期に登場するジャイアントババの母はジャイアントババとうり二つの大柄の女性でした。しかし連載後期に登場するジャイアントババの母はババとは対照的に非常に小柄な女性でした。一体どちらの女性がジャイアントババの本当の母なのでしょう。正解は後半に登場する小柄な女性がジャイアントババの本当の母親です。こういったところは梶原辻コンビならではといったところでしょうか。最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。本日はジャイアント台風、ジャイアントババの母はどちらだについて触れてまいりました。